エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は若葉シューターについてやっていきたいと思います。まあ、この武器ね、サブとスペシャルめちゃくちゃ強いんで、これを多用したかつルール関与もできるというところで、やっていきたいなと思います。ちょっとね、前線ゴリゴリでいけれればいいと思うんでね、早速やってみたいと思います。さあ、マテガイの矢倉ね、なかなか進めれないところあるんだけど、第2関門さえ行ってしまえばね、一気に進めれるんで、頑張ってグレートバリア張っていきたいな。さあ、若葉2枚編成。相手はハイドラエクスプラコラだね。ちょっと遠距離が嫌。防衛潰せれば一気に行けそうな雰囲気はあるけど、右 X か、正面ハイドラちょっとありがたいかも。はい、投げて、この隙に置いておく。はい、また牽制ボム。これでね、だいぶ味方がね、はい、ナイス。あ、これ下がっておきたい。いいね。ここいる。よしよし、引いたらですと一緒。さあ、スペシャルが溜まりそうだけど、ここは前に出て、スペシャルを溜めたい。はい、溜まった。置いておく。はい、投げて、ボム投げて、クリアリング。あ、ここで、さらに前に出て、はい、後ろから取る。ナイス。味方乗ってくれてたから、だいぶ楽だったね。あ、繋ごう。で、もうちょいで溜まるから、敵陣ボム投げまくって、溜めたい。よし、仕上げ。よーし、仕上げのバリアで終わり。いやー、ナイスすぎる。さあ、2戦目、矢倉やっていきましょう。今回、マヒマヒだね。さあ、ワイパー2枚。あー、で、X もいる、ヒッセもいる。これは、相手復帰やばそうだな。とりあえず、バリア、しっかりっていうと、ボムだな。とりあえず、ボム。あー、トピード。投げてくるよねー。よし、しっかり取って、ボムで削れればね、その分メインでもキル速速くなるから、しっかりボムのバックフーは当てていきたい。いて。とりあえず第一関門突破して、カバーに入ろう。はい、ナイス。後ろ取れればね、それなりにキル取れるからね。もういいとこだよね。ボム投げてさ、牽制して、こうやって、倒しに行く。メインで倒すっての強いよね。で、スペシャル溜まれば、ルール関与してっていう、このバランスが、ほんといい。うん、常にね、ボムは切らさず投げたいところだよね。投げてく。あ、右側にもいるけど、これちょっと様子見たいね。グレバリ張っておびき出すか、ヤグラ。それもありだね。まあ、多い、トーピード多い。あんこか。壊れるのめちゃくちゃ早いな。いるな。やばい。いやー、気合で落ちた。さあ、相手に矢倉奪われちゃったが、まあ、ここはね、焦らず。エイリアいいね。あー、取れた。遅かったね。ごめんね。ここ、ボム置いて。あ、やばい。これはちょっと、無理やりボム置いて。これが強いのよ、ボム。グレートバリアの後のボム。あの、グレートバリアの置き物のところかに、ボム置くとさ、ほぼ見えないからさ、あれ強いんだよね。グレートバリア置く位置さえコントロールすれば、隠してボムも置けれるっていうね。ボム、ちょっとトーピード多すぎ。あ、これは、これ、あー、取れる？取れたね。よし、逃げよう。あんま無理しすぎてもね。今のはちょっと、危なかったけどね。さあ、ここボム投げて、あぶり出して、張って、ここが下から撃つ。あ、これは、ちょっとね、バリアやられてたからね、バリアなかった状態ではちょっと厳しいよね。さあ、ボム投げといて、その角のクリアリングをしとく。ただ、まあ、もういるようだから、ドライバーやっぱあそこ取ると強いからね。さあ、ここはね、焦らず。もう取られたで仕方ない。はい、取ってく。で、乗ってくるの見越してボムを置いて、
ボム置いて、ボム置いて、ちょっとちょっと、いやマジでハンコグレバリ対策すぎるんだよな、矢倉上の。さあでもやることは一緒、しっかりボム置きながらメインも狙っていくと。あーこれカバー、あー行かない方がいいか。あいえナイスボム。ああいうねボム置きながら他を対戦するっていうか他と対面するっていうのができるからいいよね。さあいつもの流れでグレートバリアからボム、あここはインクを貯めてボム置きましょう。これ左だな、あやべハンコ来た、嘘、いやーヤグラとハンコがぶつかって軌道ずれたか、応答テクニックなのかなあれは。いい避けっぷりよね。さあここで中央は取れてるからしっかりと攻めていきたいが、まあ、攻めずともキープはしたいよね。やっぱこれは届かないか。ただ味方がしっかりとカバーしてくれてるから変わらずだね。さあここは攻めず、いや攻めたいな、いや攻めたい、これはしっかりと。でハンコ来た、このハンコ、ハンコ、いやハンコマジでマジでハンコな、またハンコ数多いんだよ。あ落ちてったわ落ちてったわ。じゃあいただき、さあ続いて3戦目、次はねハンコが来ないことを祈って、やっていきたいな。あ味方にハンコ来たね、見たかね、味方にハンコっていうのもちょっとおかしいけど、いやボールドいるわ。うわーリッターにローラーかー、ちょっとガンガン攻めたい気持ちあるけど、まあとりあえずねここから投げといて、俺はもうはいおびき出す、はいはいはい、あー来た、はい、うわよーし危ねー、やばい、あーそれ無理。いやでも味方のカバーしっかりしてたからさキル取れてたよね。いやナイスナイス、ドリンク取れないか。まあまあ、アサリ集めて、ボム投げて、ちょっとスペシャルね、貯めたいからね。おい。はい、ちゃんと引きつけて、で、ボムも投げて、右ローラー来てる。これちょっとそろそろ危ないかな。あ、いや、ナイスすぎる。リッターがね、ボンボンいってんだよな。これアサリ足りないかな。そうだね、おーナイスすぎる。よしよしよし、27はでかい、27は。ただガンガン攻めていきたいね、草や攻め負けしたら終わりだからな。さあクリアリング、ただリッターの射線あるからここはちゃんと見つつ、よしタイミングナイス。ここもボムで一回牽制して様子見て、でさ、ここを意外とリッターの弾通らないから維持できるといいなと思うんだけどね。ちゃんとね、ボムで牽制しながらね。相手の視線も集めつつ。あ、バレた。バレた、バレた。あ、取ら、あ誰だ、リッター抜かれないって言ったの。いやー、マジか。申し訳ねえな。あれは取らないといけないところ。さあ、アサリもちゃんと回収しておいて、レールも念のため塗っておいた、まあいいか攻めるか。とりあえずねちょっとでもね前出すぎるとリッター抜かれるからそこだけ気をつけつつだな。いやでもね、まあ、こういうさ防衛の時ってかさ相手側にボム投げれるのほんと強いよね。で詰めてきてくれれば、甘えで詰めてきてくれればそのまま爆風とメインでダメージも稼げるしね。ちょっとこれ引いてドリンク飲んで左から行ってみようかな。あちょうどいたわ、これは乗らない。でリッターがねこの辺でね視線がこっち向いてるから、でこれで引き寄せてボム、よしよしよし、とりあえず1枚1枚しかもねリッターがねあんま攻撃してる時間なかったから今ので動きやすくなるんじゃないかな。でカバーも成功、ここボム投げといて、あ降りてきた、
いやーそこナイス、ボブ投げる。これどっちだ、下か。いやでも上逃げたっぽいね。これもう味方に任せて。ナイスナイスナイス。これももう一回押し込みたいね。これ押し込もう押し込もう押し込もう。はい、ボム投げて、はい、ドンして、はい、バリア置いて、繋いで、はい、ボム投げて、はい。いや、爆風でやっぱ削ってメイン1、2発で倒せる。強いなぁ。あと1個。あ、ナイスナイス。はい、ということで、若葉どうだったでしょうか。まあ、やっぱ強いね、単純にね。メインで倒そうっていうよりかさ、爆風とそのメインのダメージコンボみたいなものが、やっぱ相性いいなと思って。で、どっちかっていうと、あの、自陣でこもるように投げるというよりかは、敵陣に対してガンガン投げてさ、っていうのが強いね。で、かつグレートバリアで押し込むっていうのもいいから、ヤグラアサリとか、そのあたり、ガンガン攻めれるの楽しかったな。まあね、これの武器も大会用で練習した武器で、だいぶヤグラでは活躍できたんで、なかなか初心者武器と思わせつつ、いい構成の武器だね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。